そういうことでね、あそこに明日大会のようちゃんです。ようちゃんじゃないです、ブーちゃんです。はい、ということでね、ブーちゃんが明日出る大会、はい、もうどれだけすごいのかっていうのをもうみんな知らないじゃないかと。もう明日ってさ、もう全然違うじゃん、今までの大会とさ。 はい、その凄さをみんなに知ってもらった上で、やっぱ大会動画見てもらった方がいいんじゃないかって思いまして。なるほどです。もう明日ってどれぐらいすごいのかっていうのを話そうっていう回、今回は。そんなカメラ外で全力の身振り手振り、こっちいますけど、はい、明日がどれだけすごいのかね、ヨウちゃん、みんな座ってきた、みんな、みんな明日すごいよね、明日すごいよね、ペイちゃん、ペイちゃん明日すごいでしょ、どれだけすごいのか話そうよ。すごいよね、すごいよね、明日。え、ブーちゃんがさ、はい、どんな大会に出るかも知ってるの？知ってるんです。でもね、個人の YouTube でさらって言ったから、知らす人が結構多かったみたい。じゃあちゃんと言おう。そうですね。僕もやっぱり、覚悟を決めたけど、もう言おう。覚悟を決めたことを言おう。あ、覚悟を決めたことを。あ、はいはいはい、なるほどね。プロを目指そうよって。僕たちここまで来たよって。確かに。そう、目指すって堂々と。でもなんかね、さっき思ったんだけど、うん、そう、目指すって言わないと、何もできないじゃん。まあ、それはそうだね。で、唯一さ、やっぱりさ、ブーちゃんが、まあ、何に出るかっていうと、明日 FWJ のリージョナルに初めて出るんです、ブーちゃんが。そうで、僕もこの前ビーフ佐々木出たのは、あれはリージョナルっていうタグ、うん、僕たちが出てるリージョナルは何かっていうと、僕たちが出れる大会の種類として、うん、リージョナルとプロクオリファイしかないんだよね、うん、大会の種類として。そうじゃないからね。そうで、プロクオリファイっていうのは優勝したらプロになれる、簡単に言うと。うん、でもそんな簡単じゃないけどね、唯一の大会もそれが。そう、リージョナルとかで優勝してもプロにはなれないけど、そう、プロクオリファイっていう大会が年に何回であるんですか？2回。あ、分からん、世界とか入れると思ってるとあれだろうけど、日本は3回ぐらいあるんじゃないか。2月3月ぐらいに1回あって。あ、そっか。そうと夏にあって、あんまり分かってない。そうね。で11月にあるんだよね。そう、23 22、23、うちには23チケット取りました。ありがとうございます。あ、もちろんね、僕より先にプロクオリファー出るからね、僕より後にリージョナル出てる。そう、でもやっぱり今言われてるのは、唯一ね、やっぱナチュラルでプロを取れるカテゴリーは、一番はビキニ、二番目にフィジークっていう現状。フィジークの方が難易度は高いって言われてるけど、うん、でも来年僕はナチュラルプロクオリファイっていうのもできるし、うん、その可能性の幅は広がると思ってる、うん、今まで。でもブーちゃんが明日か、うん、挑戦するのは紛れもない無差別のリージョナルで、かつプロクオリファイは年間で一番レベルの高いって言われてる大会、プロクオリファイの中で。へー、11月だもんね。そう、その次にジャパンプロがあるから。だから言うたら日本でとても豪華な大会に出れるんで。確かに渋谷ベルサールがやばいよね。そう、渋谷なんだよ、11月の23はね。そうで、ベルサールっていうのはさ、僕の大好きな寺島さん、金金さんとかさ、いやエディさんとかが立ってたあの舞台に、そうです、ね、23日には立つ。そうだね。で、そのプロクオリファイに出るためにはリージョナルに1個出ないといけないんだよね。そうだから明日まず前哨戦、うん、順位は何でもいいらしいよね。そう、出ればいい、出ればいい。だからもちろんそんな気持ちではありませんけど、うん、で、しかもさ、やっぱ大会でさ、ベストコンディション合わせられるのってさ、何回も大会ある中で、やっぱ年間でね、まあ1回じゃん、やっぱりベストって、うん、をやっぱプロクオリファイに合わせたいよねっていうので、まずは明日その前段階として1回出て、さらに調整してプロクオリファイ出ようみたいな感じだね。そう、だからなんか今回レモンの時よりも、うん、もうちょっと絞れたけど、うん、なんか結局カーブアップとかデプリートとかは、うん、しちゃダメというか、しないでいこうって言われて、もうそのままずっと減量食のまま、そう、うん、もう減量のままの過程の一つ出るみたいな、水と塩だけちょっと調整して、うん、でも本番は、うん、11月23日で行きたいねっていう感じだから。なるほどね。とはいえさ、ビキニのさ、レベルが低いわけではないじゃん。高いよね、うん、だからそれこそなんかもう11月に近い大会になってきてるやん、リージョナルの中でも、うん、だからそういう人たちもどんどん出てくるよねって言われた。まあ、そのクオリファイに出るためにリージョナルに出る、その調整としてみたいな。
だろうね。いやーと思って。でもどうなの、とりあえずコンディションは。え、レモンよりはね、うん、いいよ絶対。でポージングもすごいサリさんに修正してもらいながら、うん、本当に FWJ の時にっていう選手としてのなんか ポーズの取り方、今の私の体で取れる取り方とかはめっちゃやったから、うん、自分の体を武器にできるポーズ取り方。そう、やっぱね、ここがどうしても詰まって、うん、動画、うん、だからもう引き伸ばしってずっとやってた。ね、まあ、でもビキニってめちゃくちゃバランスが大事で、うん、やっぱ足の筋量とあの上の筋量と足の長さのバランスと上のバランスも絶対保たないといけないので、まあ、でもブーちゃんは足が長いという、みんな足を長くしたいと思ってるのに足が長いからどう伸ばさないといけないっていうフェーズにいるからやっぱりちょっと特殊なんだけどね。いやでもね、そうそうそう、本当にサリーさんも頭悩ましとった、うん、あんまりないんだよねこの体つきみたいな。逆だもん、どう縮ませて足伸ばして良くなるみたいな感じ。どうしよっかとかって言ってなんかハマらんの、ずっとポーズのとでもなんかちょっとこうしてみて、足してみてってやって、うん、これってなったやつを今 あるんだ、もう染み込ませてそれで練習したから、すごい、これが今取れる一番私のベストだねって、あとはもう来年とかにつなげていけるように、なるほどね、今後はこうやっていこうみたいなのはもういっぱいあるけど、サリーさんっていうのはちなみにあのエディさんっていう、うん、僕が大好きなカメキンさん の、もうあの戦友で、そのお姉ちゃんがサリーさんで、すごい僕たちを可愛がってくれてるんだよね。で、特にブーちゃんはもう名古屋までポージング受けに行ったりとか、サリーさんが東京来てる時に受けてるよね、うん、でサリーさんはどういう人かっていうとビキニのプロなんだよね。そうです。だからブーちゃんが今プロクオリファイ出るって言ったけど、そこでちゃんと優勝してちゃんとプロ戦で戦って1位になって、でオリンピアっていうね、とんでもなくでかい舞台で戦ったビキニ選手の一人だよね。 その人を大好きってブーちゃんがずっとストーリーで上げてるから、みんなストーリー見てください。大好きです、ね、マジで好き。え、でもなんか、うん、D さんともちょっと喋ったけど、うん、いや、並ぼうってその大好きなサリーさんにいて、くわー、そんなことあるって言いながら、うん、それはやっぱブーちゃん的には熱いでしょ。熱いよ、うん、だから、まあでもそうなるには今借り物が多すぎるから、うん、まずはそれを今年はステージで見て、うん、目の当たりにして、うん、もうこの冬の過ごし方とかを、うん、多分めちゃくちゃ今までとは違うオフになると思うから、うん、まあ、だってさ、僕もさ、カネキンさんとステージ並ぶなんて想像もしたことないけど、そんな想像してるんだもんね。確かに。でも想像しないと立てないじゃん。そうだ、憧れの人とステージに立てるっていうのが、うん、ボディメイクの素晴らしいところ。この声さあちゃんだからね、みんな声だけ出演で豪華すぎるからね。もうここにねずっとおるけど、ね、いやでもそう、なんかね、ずっと今までもサリーさんのこと好きやったよ、うん、あの他の団体に乗るときからも。そうね、でもずっと待ち受けにしとって、うん、でなんか確かによくよく考えたら、そのなんか憧れの人がおるところじゃないところで私はずっとこう上に行こうとしとったけど、うん、なんでかと思ってその、うん、気づいて、うん、で私は確かにこうなりたいなって思う中で、うん、違うところでずっと戦っとったらこの人にはなれんなっていうのは、うん、去年か、うん、1年前にハッてなって、うん、でもこの人になれんなっていうね、感覚がね、うん、あるんだよ。この人になれるかもしれないっていう可能性を感じないとなれないから、うん、でもそれをさ言うってすごい言うじゃない、うん、なんかそのプロクオリファイに出るってさ、うん、みんなの目標はプロになるわけじゃん、うん、のが目標なわけじゃん、優勝してさ、うん、でもそれを声を大にして言うってすごい大変なこと。だってプロを目指すって言ったら、お前プロなめんなよとかも言われるし、僕も言われるし。そうやね。そうそうそう。でも今ね、こうじゃあ今年絶対にプロを目指してっていうのは正直まだやっぱ言えてないというか、うんうん、まあ現実的にね。そう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 。うん、それも分かった上で、うん、そのなんだサリーさんを目指して出たのがまずレモンやったやん、この間も。うんうん、でその時。もうまだ私は自信がなかったの、ずっとレモンで準優勝した時。そうだから本当に今年の1ヶ月前1ヶ月前かそうで、でもそこで自分のステージのビキニ選手としてサリーさんに習って、で立ってみんなからのフィードバックと自分の目線で、あれちょっとなんかってなったの、来いいいなって。でも羨ましいな、全然あれよ、うん、そんなまだまだ ここやとしたらここやったけど、うん、
ちょっと、ね、違う土俵ではないと思ったら、うん、目指せるかも。そう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 、うん、でこれはもう本当に舐めとるとかじゃなくて、うん、本当に私この道ちゃんと頑張って努力すれば、うん、サリーさんのことを追い越せるとは思ってないけど、うん、サリコさんもすごい努力してた。でも、うん、同じところで一緒にこう同じ道で進んでいけるかもっていうのは、うん、すごい思ったのが1ヶ月前で、うん、レモンに出てすごい、ね、変わった。はい、一つやらせてください。はい、僕はずっとブーちゃんにブーちゃんは絶対プロに行けるって言ってたの。ずっと言っとたの。そのイメージありますね。もうサマスさんいるときから、うん、ブーちゃんプロに行けるから絶対 FWJ に、うん、まあそれは後半だけどね、うん、だいぶ、うん、まあサマスタの終盤プロになって何回もプロ戦出てる中で、うん、いや絶対ブーちゃんプロ行けるでしょみたいな、何大会も見てね、生で IFBB のプロに行ける、うん、まあ、サマスタプロなんてもう1年取ったわけで、 そんなすごい人いないじゃん。やっぱり、うん、サマスタプロを取るのにも大変なのに、うん、もう運も実力のうちとはいえど運を切り開くためにはやっぱ実力がないとそこまでいけないんですから、うん、って思った時にブーは絶対 FWJ のビキニのプロになれるって言ったのに信じてくれない。いや、そう信じんやろ、誰もそれのこと。いやいや、信じるでしょ。それ信じる、信じるでしょ。でも信じるってよ。何言ったんだろうなと思ってサディさんの写真見て、それになれる。何言ったんやろな。いや、もうナースケはタッパなこと言っとるわと思って。レモンのその大会が終わってフィードバックか、うん、で審査員がコウタロウさんとかね、うんうん、コウタロウさんからもプロを目指せるっていう熱い言葉が送られているメッセージがストーリーに上がって、うん、俺ずっと前から言ってたのって俺ずっと前から言ってたのね、コウタロウさんって。でもそう、あのやっぱりね、あのフィードバックとか嬉しいよね。あとそれこそ D さんとかもステージを直接見てくれとって、今 D さんにね、パーソナルそう、今パーソナルをお願いしてて、うん、数ヶ月前から、うん、でその上で D さんがレモンのステージを見て、うん、ブーちゃん、来年だって言われて、で今年そのためにちゃんと出よう、その今年この2戦、うん、雨降りまでしっかり、その実力23まで出て、うん、で、来年だって。なるほどね。いやでも雨降りのステージはね、絶対立っとかないとね。立ちたいね、立ちたかったから、去年とか見とったから、うん、やばいけど。そうだね。で、それの、本当にもうずっとずっと、僕もそう思ってたし、みんなもそう思って、いけるっしょ、ブーちゃんって言ってた、でもプロクオリファイに出るためにリージョナルに出る人がある。その大会が明日なんですよ。そうですね。そう、だから、初めて1歩目を、そこに向かって踏み出す。そうそうそう。っていうね、明日ね。でも緊張はしないでしょ。いや多分ね、レモンの感じがすごく楽しかったから、当時の時とか、はいはいはい、だからあの気持ちを忘れずに行きたい。盛大だったしね、ステージも、ね、あれ緊張するよね。なんか今までの緊張と全然違ったんやろうな。なんかすごい良かった。でも楽しそうではあって、うん、楽しいけど緊張感何パーセントみたいな感じで、え、そう、なんか今までのともガクブルブルブルじゃなかったから、うん、ね、何が違うんだろう、うん。でも、でもやっぱりその応援してくれる人もたくさんいて、うん、なんかブーちゃんがこういう思いで頑張ってるって人を分かってる人もたくさんいて、うん、そうやって見られてる中での大会って結構安心感もあるだろうし、うん、ね、レモンは本当にいいステージだったね。めちゃくちゃ、もう本当ブーちゃんのレモンのステージまだ見てない人見て、で絶対それ以上、ね、いい、ね、現状でずっと仕上がってるね、はい、体重もレモンよりどんぐらい、レモンより1キロ、あ、そんなの今日水どんだけ抜けたかになるけど、だ最小値も 1,2 キロ違うってことでしょ。1キロは違う。1キロの脂肪ってみんな見たことあります？あのよくねジムとかに置いてあったりするんですけど、1キロの脂肪ってこんぐらいあるんだよ。いや、そっか、そう、これが体から消えてるってことだから、そうだ ね、そういうことだね。そう、だレモンの水抜き後が今回の水抜きもやった。へぇ、だからじゃあ水抜いたらよりね、水抜けた分軽くなるってことね、前回より。レモンから水抜くみたいな感じのイメージだから。わあ、楽しみだね。うん、っていうね、ブーちゃんの挑戦が明日なんです。僕はブーちゃんの動画たくさん上げてるかもしれないけど、一個一個ね、目指すところが違くて、でもなんか、そうだね、説明むずいなと思って、ちょっとね、こんな動画にしてみました。うん、どんな思いがあってとか、変に大会バンバン出てるわけじゃなくて、一個一個大会出る理由があるから、なんかそれをした上で大会動画見てくれるとすごい嬉しいです。
去年そう、あの大会出るのやめたよ。ああ、韓国ね。そう、うん、あの大会辞退しますよって言って、うん、その時にもう来年、うん、MWJ のステージに立つためにやってるのやめようって決めたから。あ、でもそれ決まってたんだよね。そう、でも1月からそれが10月に決断したよ、うん、9月に大会終わって、うん、で10月に韓国戦でやめるって決めて、うん、他にもサマスタとかリオカモとかも全部やめて、うん、で1月からサリさんのポージングも受けに行っとるから、うん、来年 FWJ で戦いたいんですって言って、うん、でそれがやっとこの10月か。なるほどね。そうだからさ、ちょっとワクワクしない？ワクワクする。どのぐらいさ通用するんだろうってね。ケチョンケチョンにやられる可能性もあるからいや俺もね、ずっと同じ心境だったビーフの時、ケチョンケチョンにやれるかもしれないけど、どこまで通用するんだろうと思って、やれるとってやるわーみたいな。もうやるしかないでしょもう決めたらみたいな。いや、そうだよね。いや、その覚悟がやっぱね、とても大変なんですよね。覚悟を決めるまでがね。そうだね、うん、あと5時間喋れるだよね、寝ない。5時間後にはねステージ立っとるせずはないわね。明け方5時、どんな計算早起きしなくてすいませんからそうだね。まあ、そんな感じで、そんな感じです。とりあえず明日の動画も見てください。さあちゃんもちょっと映って、はい、やっぱりかっ、とんでもないかっさあちゃんとんでもないかっ、すごいかっこしてます。こんなさあちゃん見ることないから、とんでもないかっこしてあの、2泊させていただきますね。何見たのに、なんかさっきあ、これあれなのか、クロップなのか。めっちゃおもろい。最近マイクロかわいいよ。かわいい、かわいい。そんな感じです。ね、明日兵庫でね、大会だからね。そう。朝ちゃんにお邪魔しております、みんなで。で、僕もね、嫁助と行かさせていただいて、嫁助もそこにいます。明日はね、楽しみだね。頑張るのね。いやー！よっしゃ、明日、頑張りましょう。ありがとう。みんな見てね、大会動画。